酒は飲むべし飲むべからずなんということわざがございますがまあお酒というものは召し上がってもよろしいがどうも程で止めておけばいいんですが酔っ払いがはっぱらいになったりなんかした日には具合の悪いもので酒飲みはやっこ豆腐にさも似たりはじめ四角で末はぐずぐずなんというあまりどうも酒を飲んで行儀のよくなる方は少ない。 ままあ、あいいろいろその癖がありましてね、えー。もうその乱れてくるてえとむやみに人とこう、絡んだり何かしてうっかりそばにいる者があくびなんぞをすると、うん、なんだこの野郎大きな口を開けよなんて <laughs> てめえ俺を飲もうてるわさあ、飲めるんら飲め」なんて誰が飲むやつがあるわ、ね。まあそうなったしにはいけませんけれどもまあお酒を飲んで うん、いろんなその癖という泣き情語笑い情語怒り情語とありますが話家の方にも随分いろんな人がありましたが亡くなりましたあの三笑亭唐な難というあの人は泣き情語では有名なもので23本酒を飲むともう愚痴が出ましてねボロボロ泣くんですがこれはもう有名なものでいつでしたか 死んだ粒子とカラクと私と飲んでいましたがそのうちに例の通りそろそろ泣き始めたんで粒子と顔を見合わしやこっちはほら始まったなってんで笑っていましたがそのうちカラクが幅がりへ至った後で粒子が「どうですもう一本飲まして泣かせましょうか」ってましたがね。 飢じゃないからどうも泣かしたって面白くも何ともないんですね、えー、陽気になる人もありいろいろでございますけれどもまあ、えー、昔からお酒はいけないとかいいとか言いますがご婚礼などはあれはどうしても酒でなくちゃいけない、えー、三三駆道の杯というお杯ですからねあれお酒で両方とも下戸だから汁ごでやったらどうだろうなんてんで。 どうもこのお汁粉のいいけないお嫁さんが一杯吸ってお婿さんにこのお汁粉を渡すこいつを受け取って飲む程度ガブってやったんで口が大きいから少し飲み過ぎちま一旦口入れたのを逆戻しをしてあぶくの出たお汁粉をお嫁さんへ渡したんでこれはどうも飲みにくいがい店の固めのお汁粉だてんで我慢をしてこのあぶくを飲む。 もう今度はおつゆがない点で,で餅をかじったりなんかしてね余った餅をナコードの方う選んでこれはナコードだって食いにくいやはりお酒の方がいいと言いますが若い者なぜが集まるも一杯始まろうてことになるという動きでお、どうだい仕事の済んだ後でまあお互いにこのまま別れるていうのもなんだからどうだい一つ飲むかいえ、飲もうか、ああ、何を い何をたって猫いらずを飲んだって面白がねえ。酒の飲んで、ワット三号艇なおお。お酒。あ、いいね。飲むかい。ああ、もう、酒と聞いたいや、だじゃね。嬉しくなっちゃうね。<laughs> 何でも飲むんだ。あもう、これが嫌ということは言わない。飲みます。飲むよ。いただくよ。あ、どうも、ごちそうさまで。い何も、お前に、おもろんじゃないんだよ。割り前で、みんなで飲もうかって話なんだ。 ああ、なるほど、うん、割りまいで,でおわしを出すんだねそれが出るんだあそう、ふ <laughs> ふじゃあ、よすんなんだ、異性の悪いだろうだね、おじさん銭が出ると聞いたら、よすだってやどうだい、富田さん、おわしはええー、ここにはないんだがねうちにあるのかいうちにあるといいんだがね、ないでしょうね どこにあるの銀行ならあります銀行に預けたんのいいいとんでもない <laughs> みんな人のおわし人のおわしじゃしょうがねえ <laughs> しょうがないけどね銀行はどういうわけだかおわしがねくだらないこと言って銀行にせりがあって当たり前じゃねえあの七夜どうだいお会いにくそうなんです何 いい、おあいにくさまてで,です。なんだ、風邪ひいたのかよ。変な声をするね。なんだ、おあいにくさまてな。ないんだよ。ないったってね、始終懐にある人が聞かれて、たまにねえから、お今日はどうもあいにくだったてぇな話はわかったら、おめぇの,の、いつだったあいにくじゃねえか。うん、そうだね。こんとこも,も、15年ぐらいだね。ずいぶん古いんだね。古いったって。<laughs> あいにくは慢性しちゃってんだね。とてももう治る見込みねはね、よせよ。あのー、何はどうだい。けんちゃんは、おわしは。ゼニーは。恐れ入りますが。がちょっと。お人を拝借。本んと、手数がかかるね、この人。なんだい。え、なんだい。ない。バタコ、どこなんやろ 散々手数かけやん耳んとこへしてない,いだってやんんだなあなきゃなくてもいいんだよ断るもんならはい断るやあのー、手伝うない早いなこれ <laughs> <laughs> 早えだろ今にこっちに来ると思って、ね、口調はいてますた <laughs> バカだねこいつはつまらねえもの待ってやねあの亀さんお味あるかい何をいえ銭があんのかい 失礼なことを言うな、なんだその言い草銭があるのかってえなかってえなかかなんだカラスだねまるでえー、物ものを聞くんなら気きようがあるじゃねえかさて一平飲もうと思うんだが銭を出してもらえねえかとこういやこっちだって出しいいじゃねえか何だあるのかなんてえの何だ面白くねえよね 何も怒こることはねえ友達だねんじゃま悪かったじゃあ銭を出してくれとこう言やいいんだそうよそう言われりゃこっちだったらあるもんなら出してえよなあ今日はねえ何を言ってやんだよねえもんなら何もんな脳が今を言うことはねえじゃねえ銭がねえから余計腹が立つんだあんたしょうがねえ大変なやつは嫌やなそっちはどうだいずーっとない人のまで受け合ってや。 ないのかいないよ銭 <laughs> がありゃこんなとこにはいないよひどいやつい <laughs> ええ酒を飲むかったらみんな乗り出してやえ結構だ結構だ」結構だってや結構も蜂だたまもあるかよわ銭がなくって酒を飲もうとはよく言えたもんだずうずしいもんだつかましいやそらで本当にまあ空気を吸って生きてやるのかそれでやめちまえ人間を人間やめるかやめろ 人間やめて何になろうモグラかなんかなっちまい地味だから上へ面出すなひでえことやる地味だから上へ顔出しちゃいけねえってじゃあ地下鉄の運転士になら何を言ってやんねえ口の減らないことを言うなだってねえもなしょうがねあの怒ったってってお前思ってんだろ俺だってねえよなんだよこれないのがいないんだよ誰が旦那にしようと思ってんだ旦那になりやさねえ 旦那いないね、ここにはああ家来ばかり酒を飲めないへへ <laughs> 水も飲めないよせよ、病人だいそれじゃ困ったなどうもじゃああ,あちょいとじゃあすまねえがなしっちゃう内うちで何とかしてくれよいつもの通り番頭を口説いてえああ、たびたびで嫌だろうけどもよいっつくれよ頼むからえそうじゃあすみませんね えー、お頼もしますよお暑いところをどうもご苦労さんですがじゃあ行ってらっしゃいよしへいお待ち申しておりますからお早くお帰りを行ってらっしゃいよし」へ。え何、ー、<laughs> だってお前使いにやるんだからいくらか世じも言わなくちゃいけねえまあまあいいや、えー、酒は何とかなるとしても魚が何にもねえね魚なんじゃいいやねいいったってそうもいかないよ。 表からメールんだから何がなくちゃ体裁も悪いやねで表から見せなきゃいいじゃねもっとこんな狭いとこで飲んでりメールはなで表閉めちゃうそんことそれば熱いよ熱くったってしょうがないよね鍵買ってみんな押し入れ入るうバカいよね。写真の現像するんじゃねえ押入れの中で酒は飲めるかいなんかこうおだ酒の魚はないかねあるあるわよある んだい、い刺身。いいね。あんないいものはないね刺身はうーん酒によくって飯にうまくってね誰の口にも合うしちょいっとこう中トロか何んかんとこでやった以上はたまらねえからね。何を言ってやがんな、ね、そんなことはてめえに能書きを引かなくたってこっちは分かってない。 刺身のえな分かるんだけども銭がなくちゃそんなものはダメだよ。ダメだってことはねえ。えそれは銭はないよほら。銭はなくたって刺身は食わせれば食う。うん嘘だと女食わせろ。何を言んで誰が食わせるやつがあるのかい。駄だよ。なんかこう安いものでなうーんみんなの口に合わなくちゃいけないよ。 ああ数も焼くちゃいけねえしあいつは食ったけど俺は食わなかった何程度喧嘩になるから誰にもちょいと会うし表から人が見ておつものを食ってるなというような体裁がよくって歯当たりがよく腹いたまらなく衛生になって涼しそうなお綱気取った食い物はねえか。おそろし長え紅茶うどみんな酒の魚がいだら。 まあ、腹いたまらなくて、あっさりしたものがいいな。うん、じゃあ、屋根上がって風邪、課税食やいいや。小税食ってどうすんの <laughs> 腹いたまらねえ。よせよ。なんかねえかな、おつだもな。銭、えー、が安くってね、家具がどっさりあって、誰の口にもあって、歯当たりがよく、腹いたまらなく、衛生になる食い物ならばあります。うん、大変揃ってん、ね なんだいものはえものは何だよへえ小用事です。小用事ああ黒文字つまようじあれを一本ずつ口に加える。ねでちょいと酒を飲んだあとでそん <laughs> なことをしていりゃ表から見たやさなんかうめえものを食ってると思うしよ。は <laughs> あたりはよし第一、払いたまらねえよせよ。 じって酒は飲めるかい衛生にいい歯の大掃除吉田へくだらないこといねな困ったねえあっこうしよう、えー、ぬか味噌をかき回したあの古漬けってえやつが出作るからね愛想うよーく切れる薄刃で角屋にするんですぐやる程度臭みがあるから水に30分ばかり泳がして水ので揚げたやつを濡れた布巾で固く絞って下敷をかけて 七色がなんかパラパラってやってやってみねえ,えちょいとした魚になるぜおいえらいっれいったおいおいおいみんなよく聞いとけよえこういうところを堂落もんでんだな,なるほどね税料を使わなくちゃこれだけの知恵は出ねえあ格屋の高校なんざ思いつきだねいいかいいかったっていい良すぎますよ結構結構んじゃあついでにそれ出してくれ 何をだからついでにそのぬかみそはよこの野郎大晦日の晩に子供をを上居こに連れてったんじゃねえぞなんだついでにやってくれってなだってお,おめえが考えたから俺を考えて何も出すことはねえじゃねえ例えばだよ参謀本部で計り事を考える人と戦をする人とは違っているわあわかった分かったじゃあいいよ参謀本部とぬかみそで一緒にしなくたっていいじゃねえ お前には頼まなきゃいいんだろうすぐ怒るなよ学大のお醍醐だなんだ楽体のお醍醐ていなとんがらがったとんがらがったってんだよ。ほんまねあのー、金ちゃんとぬかみそ何出すのあ、だだ <laughs> 立っちゃったなんだ立っちゃったってなぬかみそ手を入れんの立っちゃった いや食うのはいいそんな立ち物があるね。あの何はどうだいトメさんはあの、ぬかみそはあれね出したいんだけどね親の遺言,言でね親の遺言,い言 <laughs> 親のない命には必ずぬかみそだけは出すだってそんな遺言,言があるか、ね、こういうこととくるとみんな逃げてやるんだからしょうがねえなどうもおおおンちゃん お前は普段から手まめなんだね小手が引くんだからちょいと、ぬかみさんのふるづけ頼むから出してくれよなんだいいぬかみさんのふるづけぬかみさんのふるづけ、俺が出すのあごめんこーにゃしゅいやかいごめんこーにゃしゅなんだ、変な調子だねなんだい、ごめんこーにゃしゅって ってじっとめ、いいやねえよ何を言ってやんだい,いいわけものをつかめやがってぬかみそを出せたよく言ったねおいくっちゃめえがどうかしらねえがあんな世の中にまぬけなものはねえぜ手を突っ込んだが最後いくら洗ったって容易に臭みは落ちねえしにち,に,ちにちゃ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 切って爪の間にぬかみそのへいってるなんざ女っぽれやんしねえからねああ <laughs> ごめんこーにゃしゅ。 <laughs> どんねやろよく能書きを言いやがったな「いいわけえもん」「おいいいわけえもんなんてな普段エえりやかのつかねえ着物を着て言うことに無駄がなくって目先が利いて付き合いがいいありゃいいわけえもんだってんでてめえなんだ一つだってそんなことがあるかい。ええそうじゃねえ。てめえの大地着てるものを見ろ」「わせを着てえりゃそいつが暑くなってくれやひといもんになり寒くなりゃ綿はへえるし」 んだいしょっちゅうおんなしもんじゃねえ人と一緒に物を食いに行ったてめえが勘定を払ったことがあるかあるんなら行ってみろそば屋行ったってそうだみんな食っちまったのをてめえだけはいつまでもグズ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 してやん先に住んじゃったものはめんどくせえからおおねえがいくらねい勘定は向こうで済んだなと思った途端にてめえのその後の食い方の早いことはねえじゃねえかそれまでつないでやんだろ <laughs> てはあの手酒現したって飲まないぞこの野郎まあまあまあおい喧嘩するなよだでもねこんなイメイマしまあいいんだよだ誰だってあんなものは出したかはねえがよよかったねえお,おいおいおいいいよいいよぬかみそが出てきた飲んだよ向こうからハンコが来やがってあいつに出させようだってかねあんな色っぽいやつが出すいいんだよ人間が色っぽいから出すんだよ 俺はねいいやんばい扱うからねみんな余計なことを言っちゃいけない意外芝居まで黙ってなくちゃいけないおいおいはんちゃん半ちゃん寄っといでよおんじお <laughs> なんだよそれお前るやねんいや仕事のことでみんなね顔を集めたんだああいやいやもうすんなんだ、ね、これから今酒が来て一杯飲もうってとこなんだどうだい好きいい <laughs> 日はねえかい <laughs> 差し支えがあるからまたにしようそんなこと言わねえでよあるんだからちょいと飲めよいや急用なんだからねえー、まあ今度はゆっくり付き合うから今日はまあ一つ助けつくれ何も助けるも助けねえもねえがよそんなに忙しいのかえっ <laughs> 売れっ子じゃねえがなあじゃあまあ悪止めしちゃんだから早く行ってきねえだけどお,お,お,おいおい,おいちょいちょいちょい,ちょい待ちな待ちな。 なんとかしてやれよえタバコ屋のみーちゃんをよ冗談じゃねえで、てめえのために焦がれじんをするぜハボの持たずの人殺しめ罪作り色男敷きば <laughs> 早く行ってきね <laughs> <えー笑>ちょっとお邪魔を何だ 何だってこんなとこへ塀作るんだよ <laughs> いいじゃねえやね座れねえことはねえやな <laughs> だっておめえ何でだ今休養があるってええ、ね、何いいんだよ <laughs> 急がねえ休養だから何だよゆっくりした休養かうん、うん、<laughs> みーちゃんが何か言ってたかい嫌なやつはねそれ女の話をしたらけってきや、ね てめえだって惚れた女の話を聞くのにむててえことは分,分かってるん。都合のいい時には何かするがよえ何か言ってたのかい何 <laughs> かどころじゃねえぞほんとにこねえだ驚いたえ虎ちゃんとこの縁台で住んでいるとそこに忌こうも落ち合っていろいろ世間話が弾んでいると二言目には「はんちゃんがはんちゃんがと」とおめえの噂はするんだこっちだってちょいと尺に触ろうじゃねえか。 それから「おうおう吉姉な,なんだてえとおめえはんの噂はするがははさてはおめえ反的に惚れているんだなと俺が一本ぐっと突っ込んだと思いねえんうんうんうん、うん、なるほど、うん、どうしてええ、真っ正面から切り込んで向こうは何とも言えねえだろうと思うさすがにええどっこだねびくともしねえあらおかしいわね 私がハンさんに惚れたら、お前さんはどうするのってんで。逆にこっちへ、サッと人たち来たやつよ。<laughs> なるほど。お <laughs> お、おお、おお、ひっくり返るぞ、大丈夫だひっくり返らねえ。うん。うん。うん、なんだ、うなるな、ね。うん、どうしたい <laughs> それから、俺はね、おい。惚れたら、どうしたもねえじゃねえか。 おめえだってそれだけに器量があって何だったあんな野郎に惚れるんだ他にいい男もいりゃあ善意あるやつもあるじゃねえ何だったあんなバカで間抜けで「おい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 飲んだよボコでちょまぁま <laughs> 怒っちゃいけないよねえー、色形はいくらか悪く言われるやつはまあから昔から決まってらんなえー、あんなやつに惚れなくてもだ他に男はあるだろうと俺が言ったら ミコード言ったセリフてえのはなかったら「うん」「何ついて」「冗談言っちゃいけない私は何もいい男だとかのお金があるそんなことで好きなんじゃないなあの人は本当に男らしい男だわよ」って言うから「へえそんなに何かよあいつに男らしいところがあるかいてと本当にあれが男の中の男一匹江戸っ子不詳神田っ子え 人にものを頼まれて「さてこうでございますからいかがでしょう?」と言われた時にあの人が「いや」と言って断ったことがないあのたてしの強いところをや私が思い込んだんだとおっしゃったがどうだいえっ <laughs> <laughs> 大丈夫かいへへへへへへへく世の中の女に 俺の腹ん中が少しは分かってきたから。んそうかいそうかいったって俺はね物を頼まれてただの一辺だって嫌と言ったことはねえんだあ俺はね自慢じゃねえこれっばかりだった後へ引くんじゃねえんだうん。人は頼むてんなら死の中水の中にでも飛び込もうてんだらやらやらやらそこだお前の値打ちのあるだからね 人にものを頼まれりゃ嫌と言って断らねえというところの,のおいおい今のあれお願いしようえあれは、まあ、とにかくねここにいる一同で頼みがあるんだ、まあ、とにかくこのとこに手をついてお,おい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 よしてんなよしねんテレンズついてん飲んだい頼みてえなああ花がいかんかがあって手拭いでもいいやいやそんなこっちゃはねえんだ 芝居の草原なない。いやそんんこっちゃないんだよ。みんな集まって一杯飲むんだうん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 でぬかみその効果食いてえとこう言うんだすまねえ一つ古漬けを出してもらいてえんだよな頼まえうん、うん、なるほどじゃあその頼みてえのはぬかみその一件 <laughs> 「さようなら」なって逃げるやつがあるかいもう立て石はすごいんだっていやもう <laughs> このとこはぐっと弱くなった何を言ってやんだよ出しなよ。とろいだ <laughs> なるほどあんまり話がトントンときてやったからなぬかみそとは気がつかなかったね <laughs> 勘弁しつくれよ いくら惚れた女だってぬかみそをかき回したなんてことをビーコが聞いてみねえねそんな色っぽいことは言っちゃいけねえね人が頼むんなら死の長い飛び込死の長いは飛び込むがねぬかみそだけは嫌だな。なんとか一つ,つ助けてだだ、だだからよただとは言わねえからねっお菓子をいくらか出すから。おーじゃ死だものでなく。 お宝の方で取引をああ用しょええー、お値段のご相談をしましょうそんなお前怖いこと言っちゃいけないよお値段のご相談だなんて <laughs> いやねちょいとないところなんだからねどいくら出すんえー、えー、こんなことでえこんなことでなんだいこんなことって2本指を出したねいくらなんだい2本で。 いくらなんだよいくらって <laughs> えへへへええ缶飲んだ缶っていうのは二<か>2缶この野郎20銭だそうそうだってやこれだけの頭数でもおめえのろけをきいて20銭でどうしようってんだよ <laughs> ゼリーがないんだよいいわいけないだめ。 ダメってなじゃあもう一本増やして縁日でんか物を買うんじゃねえんだよそうちびちびあげるないせよかあげろへ <laughs> 人の善意だと思って勝手なことを言ってやじゃあ思い切って片手だ <laughs> 片手って50銭か、うん、あねえねえでも50銭じゃどうするんええしょうがねえだろいいか あ初めてだね。初版だしな。うん初めての飽きな商いだから。じゃあ願おうか。ええー、じゃあママようかす。あとで何かでおめえをせ。おいおいおい。浄土にしてうおめえをせってことはねえじゃねえからめえ。ただ,俺は銭をだから銭を出すのは嫌ならぬかみそう出しない。ようかす。出しますよ。 どっち回っても損がねえよなってや <laughs> いやなっちゃうなあんたにこれで銭を取られと何をぐずぐず言ってるんだよ出すもんなら早く出せやモソモソモソしてやんだこのやろほんとに早く出せやよ口出せやんよさあ口おしまってきなさあ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 今今んところ邪魔だ邪魔だどっか早く帰ろなんだよおどっかい帰ろうってことはねえやねん <laughs> 俺だっていくらだって出してんじゃねえ酒が来るってんならちょいとこう一杯んだこの野郎酒が来たらちょいと一杯っ,って飲んだ飲もうってのか厚かましいこと言うなよ <laughs> こんなとこへってやんでさんざん苦しいのろけを嫌やってのろけだって少しはのあることならいいが何も嫌なんだ女は惚れるかいその面でうん、うん、そんな言い草てえのねえね いや、いいよい,いよ帰りゃいいんだろん,ってやんいや帰らへん怒ってるいやどうありがとうございましたえー、イリえ毎日ありがさええお大隅何を言ってやんねおいおいはんちゃんおいお待ちよお待ちよあの金物屋のおてっちゃんがねおめえにバカな惚れ方何を言ってやんねその手を食うかい <laughs> とうとう怒らしちゃった <laughs> だけど驚いたね あのかかららを取れたからね,ね何でもこうしなくちゃいけねえまあ足しねえ善意だから大事に使わなくちゃいけねええー、じゃあまあそれあっそうだそうだ豆腐があったえいいあるんだあるんだよゆうべね与太郎の屋さんおう間違えてコテコテ買ってきやんっておふくろに恐ろしく小言言われてやんったまだあるに違いねえから「与太郎おい、えー、こっち行こいよ」。あのゆうべおめえ豆腐買ってきたな。 うん、うん。お豆腐ね。お豆腐ねって、どっさり買ったんだ。うん、あのお、おばあちゃんに叱られた。何を言ってやんだよ。どうしたんだ、あの豆腐。しまった。どっからしまったのか。うん、どこへ。大丈夫なとこ。なんだよ、大丈夫なとこってな。ネズミイラス入れたのか。ネズミラス、ダメなんだ穴が開いちゃってね、ネズミがへるんだ じゃ、そやからねあのー、どこがいいかと思っていろいろ考えてねお釜の中に入れてね上から蓋して石をのっけといたから大丈夫このバカ野郎粉熱いのにべらのう釜の中に豆腐を一晩入れてみろへえうまくなるかうまくなるかだってやダメだめだだめだ見込みはないよえ腐っちゃってるよ どうしたこんな色になっちゃそばに持ってくるんだよそっち持ってけ、くせえから <laughs> なんか酸っぱい匂いがね <laughs> あ黄色くなっちゃってるずいぶん毛が生えた <laughs> シャツの裏見てね何を言ってやんなよ、こやな豆腐をシャツの裏にしまいやがったんだそっち持ってけよ くせえから売っちゃっちまえおいおいおい,おい,おい,おいまましだましだうん売っちゃらずに取っとけよ取っといたってしょうもねえよまあいいんだよ食わせるやつなんだから犯行に食わせよってのかさあめえ犯行ばかりいじめるんだよそうじゃねえんだよ横丁の変物だよ横丁の変物ってあれなあなあ食うもんがな食わないことない食うよ人間が変わってるから だってお前豆腐のだから、ね、豆腐の腐ったと言っちゃう向こうだって食わねえから持ってきようでねあいちゃんねな何か言って食うよそうかいああ俺食わしてみせるよお慰めを重ねましょうああおいおいそっちやねしまっとけしまっとけえ、もうなんだ今にね野郎う通るに違いねえからあいちゃん、人間が変わってやんねああこんちはってことは言わねえやでんでんこんつはってやああ 今日は縫つようだってやん。<laughs> あれが江戸っ子だってんだよどうも世の中にはイめイましい野郎もあるのおい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 見ねえ見ねえあの歩きっぷりを肩とこしてこう調子を取りながらへこへこ歩いてやん。わっ若旦那寄ってらっしゃいまなお<い>や <laughs> コンはンこんつははい <laughs> やってらもうええこんつはまあ何でかさい おいいじゃか。えー、一歩はやらないな。だいぶ色い男の集会でです」。「ゃ色男なんでないや今、ね、みんなひょっとこの佃煮みたいな野郎ばかりなんで、えー、まあいいじゃありませんか。ねおやまないな」。でもお邪魔になっては、ね、お邪魔になんぞなりませんよ。さようでがすか。<laughs> ではちょっといつ服やるかね。 いつくときたい。お、なんで、その、何持ってこいよ、タバコも。えー、まあまあまあ、まあまあ、どうぞ、どうぞ、おわってらしてから、ねえー。いつも、ご盛んで、結構でございますね。あえー。あ、ただ噂では、持ちきりですよ。うん。説の噂なぞ。うん。いずれで。へへ。横丁の女湯でね。 「おお <laughs> そらことでもないでしょ」うん「すいませんけどもね急ブレーキをかけたような声を出さないなこんな、ね、頭の真意がズンとくるからねええいやいなに何かおごっていただこうじゃねえかな何かおごる数字がえ、も字も半んもないよ拝見したところでおめがどんよりとして少しちばしってますねゆうべはお綱2番目がありましたら」 どうも、夏の夜は短いねぐらいな愚痴は出ましたろう」いい。「よっおそれ言ったね君のただ渓眼には渓福のみでがすなえー、節の目を一見して昨夜はおつな二番目がありましたろう夏の夜は短いねぐらいな愚痴も出ましたろなどどうも恐れいった。 それ、ね、そう昨夜の手たらくと、いっぱい、わか,かりました。もう、伺わらくても、よくわかってる。えー、女が寝かさなかったというようなこと。え、どう、しかし、無理はねえやな。えー、わがなんなら、じゃ、男っぷりはいいし、お金はあって。なりが理由としてて。 その上に人間が通人のおつすのつうと来ているんだからなどうどうしたって女が惚れるように出来上がってんだから憎いねまあちょいとしたところでねまあコストラなんざ芸者でもたまにはあげることがある相撲人工かなんか引いてもらわなくちゃ芸者あげたような気がしねえなんてんだからそこ行く程度わ若旦んなんざ金を使った上に芸者を遊ばして。 え近頃はこういう歌があるよが何か教えたり何かしてご祝儀をだこうてんだから向こうだってほらチあちやほやしませんね,ね食い物だってそうだよ若旦那が食って「いやどうもこれはお酢でゲスねえ」なんていうものは腰そらな食ったっていけねえしまあどうも、えー、こっちの食うものは若旦那にはハマらねえなんていうわけなんだから、えー、食い物って言いますが近頃なんですかね若旦那。 名物を食わせるなんてなどこのうちでこないでしょうねうん,んこれはまたいいなお尋ねでがすな説のような通人にお津田なぞいわしむる割烹店ええー、なんていうんですかねなんかありますかね名物を食わせるうちはさあどうも近頃あ,ありませんね ありませんかね、手前のような通人にこれはなぞと言わすほどのああもう、うん、店もなくなったねサイの善行なはようがすえ、はあ。この間糸ウりの花落ちをちょっと湯がいたやつを酢味噌で食わせますたが下にのせるほろ苦い黄身があり無所の蚊がちょっと。 んときて、「これはおつだと思ったがそのほかにはどうもありませんな」。はあそうですかねえー、今もらったものがあるんですが確かお上がんなさいってくれたんだってな、うん、だから食いんなんだろうってうんですが明日ちゃん見たことのねえもんでね「ふんふん、えー、どういうもんですかそれは一つ若旦那に見ていただきたいと思ってね。 お食物の本並みでがすかはははこれはまた変わっているね拝見しやすそうですかあ持ってこい持ってこいさっきの何を何をだってほらしまっといたあれだよあああの草、ーうん、でおしゃべり黙って持ってくりゃいいんだい何だって人の鼻先き出すんだよ離して出せ離してほら手をこう出してるからこの上に乗っけるんだいいか えー、分か若んだねこういうもんなんだよざすがね何だかもらって分からねえんでね見ていただきたいと思った。ああなるほどどういう <coughs> なるほど <laughs> これはなんですか食い物ですかねいやどうも <laughs> 恐れ恐れいったね。 食いででしょうか <laughs> と<は>う何なんです「これああ君方の <laughs> ご承知ないのも断りで我々通貨の職するものでですあそうですか若旦那のような方が「あそうかそれで分からねえんだこっちとらね見たこともねえんですがお好きでいらっしゃるんですかこれ」もちりん。 ち「いかがですか上がってくだすっちゃ」「ねえなんだこっちの食わねえものを <laughs> 差し上げるなんてと大変なんか失礼にあたるけれどもいかがでござんしょう」「結構でガすなどうも久しくこれは手に入らんでねうん焦がれているところでガすからではこれをお頂戴して持って帰り夕食にちょっとそんなことは言わねえで」。 これで召し上がったらどうです怖いきゃせんやん。どうして君方の前で。<laughs> あの、決まりが悪いが上代す。冗談がゃねえ。決まりが悪いなんてえんなもない一匹もいませんがねいいじゃありませんがねえ。召し上がれ若ん那よ。せ、ね、おいおいみんな滑べろよ黙ってねえで。ねえ、若ん那召,、ね、召,召し上がれ。ねえ、うん、若旦那召し上がれ。たん那召し上がれ。 ねえ、あがつらえよさようでですか <coughs> どうも <laughs> 敵は大勢、味方はしえ、い,いえ、なにうん。いや、いや、よろしょうかすねでは、せっかくでですからちょしましょ召し上がりやすかああ、あのーあはしか、はしかなんかえ、なんでもいいや、早くもとこえー、どうぞ、召し上がりえー、こしたらね、いただかねえんですからね、どうぞ、やっつらえ 作用で,ですか。<laughs> ではせっかくでがすから頂戴しますわどうも <laughs>、えー、いずれもごめんを失礼ではこの <laughs> ドロとして箸へかからんところなぞはお連れがすだから<笑><笑>やっとこの箸にかかりますったんでいい度合いだねえへへ はう、どこなんで失礼ながら君方は食物といえばただ口へ入れて味わうものと思い出がしょうが違うね中には鼻で食するものがあるほう象みてえですね鼻で食うんですか。はい、秋の松茸なぞが お砂香りがあるから珍重するようなものの香りを取れば芋柄も同然これがつまりこのそばに持っていくと絵も言われぬこの香りが <coughs> <coughs> 少し好奇が強すぎますなかりゃまだ品が新しい。 もう3時間もたつとこれ少し触りがつくはあ、はあ、食い物に触りがつくんですかねああじゃえー、まあとにかく召し上がってください <laughs> いただきやんすがだいぶこのツンときやんすな <laughs> この口へ入れるまで <laughs> この一節な一節な穏やかでないねどね 召し上がってくださいよ、いや、い,やいただきますが。では、いずれも、ごめんを。あ <coughs> 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 あー、どうも。<laughs> ああ、おつだね、こりゃ。 分からなんな随分難しい顔をして食うもんでるねやからへえこれ何んてんでしょう名前は名もご承知がないけしからんもんでがすねよく覚えとおひさまいこら酢豆腐ってやすやん酢豆腐 なるほど、まあいいね、素豆腐と、お好きだな、我なんだどっさり召し上がっていただきましょう、いや、ス素豆腐は一口に限りやすいよ。おお、正解。